線路集団部の車止め線路集団部、駅名標駅前、DMV モードチェンジ箇所への取り付け道路、関野浦駅は、高知県秋群東洋町大浅川地にある、朝海岸鉄道、朝東線の駅である。駅番号は、AK30。東洋町の代表駅並びに、唯一の鉄道駅である。DMV 化により、当駅は、バスとの切り替えを行う関野浦信号場に、 格下げされ、信号場前のバス停留所より、朝海岸鉄道の DMV が発着する予定。路線開業以来、この路線で唯一高知県内に属する駅となっている。また、高知県内に属する鉄道駅では最も東に位置するほか、他の高知県内の駅と隣接していない、飛び地状態の駅となっている。当駅から室戸岬を経て、那覇駅までの間には、 鉄道敷設法による予定鉄道線路により鉄道を敷設する計画が定められていたが国鉄再建法によって事業が凍結された後国鉄分割民営化に伴う法令施行に伴い鉄道敷設法が廃止され法的な根拠を持った路線計画は消滅したただ2020年までに朝あ線に DMV を導入することが決定し当駅から先は 高架線を降りて、一般道路を走行して、室戸岬方面を目指すとしている。関納浦駅線路集端部の DMV モードチェンジ箇所、単式ホーム一面一線を有する高架駅である。室戸、那覇方面へ延伸できるような構造となっており、その構造を活かして、DMV のモードチェンジ場所と、駅舎前に降りる、その車両専用のスロープが建設中である。駅舎は、 高架上にあるホームから階段を降りた線路脇に設置されている。DMV の設備工事完了後は、モードインターチェンジのみの関能浦信号場となり、従来のプラットフォームは使用せず、上降は駅舎前に設置されるバス停を利用することになる。関能浦婦人会が売店の営業と乗車券の販売を受託する簡易委託駅である。なお、同会は駅構内にて、 レンタサイクルの営業も行っている。ディーゼル車両がかつて運行されていた時は列車の夜間大白はなく最終列車到着後は車庫のある四宿井駅に改装されていた。翌朝サイド駅から改装され当駅始発列車となっていた。駅の音駅スタンプが設置されている。駅名表には東洋町が 観光案内板などで使用しているキャラクターがあしらわれている。麦方面へ向かう場合は、阿波海南駅で乗り換える必要がある。前日の通り、工事完了後は東新号場前のバス停留所より、朝海岸鉄道の DMV が発着予定。以下の高速バスは約1キロメートル離れた、関ノ浦中学校付近に停車する。 徳島バス南部の関野浦口バス停と同じ場所にある。阿南駅関野浦間のみ、途中乗降可能。朝海岸鉄道、線路、道路両用車両を20年までに導入。日本経済新聞。2019年3月12日へ閲覧。関野浦駅駐車場、バス停移転のお知らせ。朝海岸鉄道。2019年2月28日へ閲覧。朝あずま線。 DMV 対応工事で12月から全線運休バス代行輸送。レールラボ。2020年12月2日閲覧。時刻表。朝海岸鉄道。2021年1月26日閲覧。DMV 車両、性能試験の公開について。朝海岸鉄道。2021年1月20日閲覧。朝鉄の DMV 性能試験開始 NHK。 徳島県のニュース NHK ニュースウェブ日本放送協会2021年1月21日閲覧朝海岸鉄道の DMV1 月20日から性能試験初日は沿線住民へ限定公開レスポンス2021年1月21日閲覧安全が第一 DMV 思想ニュース高知地域読売新聞オンライン 読売新聞社。2021年1月21日閲覧。DMV に関する技術評価検討会。国土交通省。オリジナルの2020年12月20日時点における。アーカイブ。https://web.archive.org/web/20201220114022/https。 www.mlt.go.jp i スラッシュ t e t u d o スラッシュコンテンスラッシュ 001379153.pdf 2021年1月16日閲覧。プラット沿線機構。その先は、使用祭の中、朝海岸鉄道。朝日 .com。2015年10月25日閲覧。外部リンク参照。 関能浦婦人会レンタサイクルマイナスレンタサイクルナビ新駅名標の紹介。朝海岸鉄道。2015年12月9日閲覧。鉄道としての当駅からの営業列車停車は2020年11月30日をもって終了した。工事期間中はバス代行輸送を実施しており、工事完了後は当駅は信号上に格下げされ上降扱いは、 信号場前のバス停留所からとなる。朝海湾鉄道、朝あすま普通四宿駅間の浦駅。ありがとうございます。